自転車で大阪まで帰ろうと思っております。一応ルールを説明しておきますと、1号線の端から端まで自転車で走行する、2頑張らない、3随時迂回あり、もしそうなとこあったら迂回して帰ります。次、体や自転車にトラブルが発生した場合、後日続きをするものとする。はい、次、できるだけその土地のものを食べる、雨の日はお休みのするといった。はい、おはようございます。7日目の朝になりました。ですね、今朝の7時49分でございます。こちらスーパーホテルのですね、安城駅前に泊まっておりました。今からですね、そうですね、名古屋を通って、三重県の方に今日は向かいたいと思っております。どこまで行けるかちょっと分かりませんが、四日市か鈴鹿か亀山、その辺ぐらいまではどうにか行きたいなと思っております。とりあえず頑張って今日も行きたいと思ってます。それでは最後までご覧ください。どうぞよろしく。はい、まだ走り始めて1号線にも乗ってきてないんですが、しかし今日寒いですね。はい、はい、再び1号線に合流です。みたいで、多分ちょっとしたら見てると思うんで、ちょっと10分ぐらいローソンの前で休憩させてもらって出発したいと思ってます。はい、9時3分です。やんだと思うんで行きたいと思います。よし、コーヒーも飲んだし、ちょっと温かくなりました。では行きます。はい、緑区って書いてある、あれいつの間にかあれですかね、名古屋に入っちゃったのかな、もう。そう、瞬間を捉えたかったんですが、もしかしたら違うかも分かりません。まだ緑色のカールショーっていうところが一応ね。はい、やっぱりそうですね、愛知県名古屋市緑区になってます。知らん間に名古屋に入ってた模様でございます。まあいいやということですね、愛知県中心都市、名古屋市の方に来ております。ただいま時刻が9時32分ぐらいです。はい、あとはですね、四日市ぐらいまで40数キロという感じでございます。名古屋でもね、よく雪が降ってきたんで、肉まん食べながらですね、足もこんなしました。はい、輸入ぐらいで防寒対策です。なんか知らんけど全然雨やみませんね、これ。今10時23分です。走り自体はね、快調に走ってるんですけどね、なんで雨止まないんですかね。ただいま9時45分です。はい、まだ11時なんですけど、ちょっとね、足がね冷たすぎてね、ちょっとやばいんで、サイゼリアに入ってちょっと休憩したいと思います。
はい、ただいま11時、52分ですね。11時52分、だいたい小1時間ぐらいですね、サイゼリアに行って雨宿り兼ねてやってたんですけど、すっきりまだ上がってませんね、はい、雨がしとしとまだ降ってる感じでございますが、時間があれなんで行きたいと思います。神山まで向かいたいと思ってます。はい、じゃあ頑張っていきます。はい、青空が見えてきました。はい、Google マップさんによるとちょっと23号線とか絡めていった方がショートカットできそうなんですけど、ここはちょっと頑張って1号線をひたすら行きたいと思います。環状2号線との交差ですが、はい、はい、日光川っていう川みたいです。愛知県ってなんだ、何本も川あるみたいな感じですな。ただいま12時43分に入りました。やっとミシンってまだあれですかね、名古屋でしたっけ。はい、まだ弥富で三重県にも入れてないんですが、今1時20分ですけど、バテバテですな今日は。もうやはり7日目になると結構な体力消耗するようになると思います。橋が見えてきました。はい、橋を渡るとですね、見えてきました、三重県桑名市の文字。ローソンでこのでかいどら焼き買ってみました。カロリーありそうでいいっすよね。はい、ちょっと食べてみようと思います。はい、別にどうでもいいんですけど一覧があったんで、久々にね一覧ラーメン食ってみたいと思って立ち寄ってみました。はい、皆さん東京日本橋からもうすぐ400キロ、今 399.5、 はい、あと 500m で 400キロになります。着替えたみたいです。さっきのところを右に曲がらなくちゃいけなかったみたいです。
横断歩道だから。左に曲がってきます。ありました。はい、東京から400キロ。あー長かった。今日の目的まであと17キロぐらいかな。はい、ただいま4時目の前に本日の最終目的地亀山市の看板が見えます。 あと少しです。多分あと5キロぐらいですね。はい、今日も無事ホテルまでたどり着けそうな感じでございます。ちょうどいいとこにダイソーがあったので、明日の分の補給食を買いたいと思っています。基本的にはあれですね、グリコですね、グリコ。はい、今6時8分です、ホテルの方に到着しております。駐輪場もありまして、いろいろセッティングをというか部屋に持って上がるものを取り外したりしておりました。今からチェックインしてですね、今日の総括もちょっとしてみたいと思います。それでは、はい、7日目終わったんですけど、一応総括しておきます。7日目ね、多分途中でスマホのアプリが止まっちゃったんですけど、90キロ弱ぐらい来たと思います。前半ですね、安城から出てですね、名古屋まで、名古屋の辺でね、もう本当に雨とか雪とかですね、クソクソな感じでしたが、やられました。まあ後半はですね、とりあえず天気も回復していい感じで走れたんじゃないかなと思いますが、確か距離が長かったもんで、前半そうですね、30キロぐらいしか行ってなくて、後半50キロぐらい行かざるを得なかったということで、やっぱり全国的に荒れるっつったけど、気温が結構寒かったですっていうか、ね、やっぱ指先とね、足先がやっぱり一番寒くなる。以上でございます。明日は右から大津まで走りたいと思ってます。で、明後日は大津から、大阪の梅田に向けてスコンと行って、これ事業戦のために終了したいと思いますが、このまますんなり行くんでしょうか分かりませんが、とりあえず今日のところはそんなところです。じゃあ明日の分もぜひご覧くださいませ。